そこのお前の雷の魔法、その隣のやつの運動能力、全部、全部僕によこせ！アズール君、みんなから何を吸ってんすか？吸われた奴らが次々倒れていく。あいつのユニーク魔法は、契約書を返さないと他人から全ての能力を吸い取っちまうようだな。契約自体は魔法の効果を制御する役割を果たしてたんだ。え？怖すぎじゃないすか？ああ、そんな禁術クラスの魔法、反動であっという間にブロットの許容量を超えるぞ。アズール、あなた何をしているんです？うわ、何これ、どうなってんの？え、なんだこの騒ぎ。アズールが暴れてるのか。あいつ、妖精たちの力を無理やり吸い取ってるみてえだ。レオナ、さてはお前がいじめたんだぞ。俺のせいかよ。お前らが契約書を砂にしろっつったんだろ。シェイド、フロイド、ああ、やっと戻ってきてくれたんですね。そこのバカどものせいで、僕の契約書がすべてなくなってしまったんです。だから、あなたたちの力も僕にください。ねえ、僕にくださいよ！お待ちなさい。あなたのユニーク魔法は強力すぎるゆえに、契約書なしには制御できないはず。そんなことをすればどうなるか、自分が一番よく分かっているでしょう。だってなくなっちゃったんですよ、全部。このままじゃ昔の僕に戻ってしまう。あのさ、今のアズールって昔のアズールよりずっとダサいんだけど。そうですか。どうせ僕は一人じゃ何もできない、グズでのろまなタコ野郎ですよ。だから、もっとマシな僕になるために、みんなの力を奪ってやるんです。美しい歌声も、強力な魔法も、全部僕のものだ。よこしなさい、すべてを。なんだよ。アズールの体から黒いドロドロが出てきてる。炭じゃねえよな。ユニーク魔法の使いすぎです。ブロットが蓄積許容量を超えている。このままではオーバーブロットしてしまう。ちっぽけなく、尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。任せとけって。やってみるといい。感謝しろよ。生意気な。バーカ。生意気な。まさか。しぶといよ。おい、おい、引きな、生意気な。
相手してやろう。黙ってろ。面白い。よろしい。いいぞ。出し出せ。こうしよう。後悔させてやる。かかってこい。みんなその僕に入れちゃうんだ。やだ。いいだろうね。贈り物を授けよう。遅すぎますよ。仕込みはちょい上手。奪い尽くしてやる。さあ、どう。許可しよう。わかった。出し出せ。甘いよ。話にならん。出直してこい。